はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はケットやっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは GO というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで4枠目メインキャラクターキュービナルト、使っていこうかなと思うんですけども、2019年に登場した限定キャラクターというわけで、4年前に登場した限定キャラなんですけども、最近ねゴルチキやったかな見てめちゃめちゃ湧いてるんですよ、このナルト。で、貫突しました。はい、運15なんですけども、なんか昔の僕がこいつに弾食わすというね、はい、血迷ってる行動をやってることによって貫突になったんですけども、必殺、470% で攻撃アップの場合 60% のキラー、合計530やねんな。しかもキラーもバフっていう出しやすい、ほんで特性で、特殊タイプの攻撃 7% アップで、プチ7個以上繋いだターン必殺ダメ 32% アップ、地味にダブルバフついてんねん。で必殺ダメ 32% っていう、決闘忖度かのごとくバフ積んでくれるんですよね。昔の限定特有のバチバフなんですよ。まあ無凸で、攻撃2525のニコニコしているやっていくさあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、ぜひともね笑顔を振りまいていこうかなと思うんですけども、マンソルからのあいつというわけで、まあ属性に泣くことは今回ないんでいいんですけども、マンソルちゃんがちょっと怖いね。あいつ絶対に弱体がつけてくんな。100% 2個おるぞ。2クンソルムーブを100やってくる気しかしないんですけども、怖すぎるというわけで、でもって必殺ダメアップを積んでいないと、これ高校やったら有利っていう定番のパターンですね。高校やったら勝ってたんちゃうんっていう、いっちゃんしょうもないパターンな気がするんですけども、いかほどというわけで、まあここでちょっとしたバフ据えるんでいいんですけども、ただしかしね、ただしかしねやねんな、これは。アイキッショーイ、角を取る相手のムーブね。お前はぜひにオセロの世界に帰ってほしいんですけども、そうですね、ここ上がかれたんなかなかきっついね。でまあベジッちゃん積んでいきまして、着地決まっているんで4つ割りはド安定ですね。オッケー、5つ割りしたかったね、ここに関しては。まあしゃあないんですけども、悟空班何もバフ回できないんですけども、11番回復にはすがっていくんで、地味にピン刺しバフ回、刺さっている無双さんというわけで、これ友情ダブコピか、友情ピン刺しコピーで、まさかのマタナ悟空とかいう謎のキャラがおる。こいつもそういや最近発言したな。使ってみた動画撮らなあかんね。まあこいつ今使ってももうあれやからな、もうガイ先生やからね、時代が変わったんですけども、4つ割りやかなこれは。4つ割りと、まあ次の友情ダブコピーが刺さっていくんでいいんですけども、ここはダメージいや結構入るね。次マンソルちゃんでダメゲン貫通なんですよね。36万ダメゲン貫通されるんで、これちょっとかなり響く気がしますな、これは。まあダブコピーは刺さっていくんでいいんですけども、ほいと、ロジャー先発していきまして、あー意味なかったと、まあいいでしょう、コピーしていきまして、これは厳しい気がするね。ラスアク倉庫さんでもうアド取られてんのにもかかわらずやねんな。ほんで弱体化定番のやつですね、約束していく。何個割りやこれ、何個割りかによって全てが決まるんですけども、これは3つ割りやな。火力的にはこれ4つ割りぐらいかな。さすがに耐えるやろ。あららら、余裕に耐えていったところでラス枠なんですけども、ただラス枠がこんなんやねんな。ちょっとこれはこんなんなんでね、これ勝てるかどうかすんげえ怪しいんですけども、
まあ雨野さん付随させてブチ割り、まあ全回収はできますね。ただ530なんで、言うて4年前といえど火力は出るよ。530なんで最近の限定とまあ変わらん。レジェンドやっていきまして、相手さんバフ、はい、229の必殺ダメがマンソルちゃん99、こちら側497の必殺ダメ、雨野さん以下ほど7個お姉さん超越、火力的には9個割ぐらいですね、以下ほどというわけで、その盤面やばくない。ほんで弱体化付与られとるんで、これはちょっと厳しいもんがあるか。相手さんは 15% ガードですね。6つ割りか。いや、さすがにその火力は厳しいね。うっそー経典超えしとる。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、今の火力マジで言うてる。絶対に負けたって思ったけど、まあまあ火力入るね。頑張ってくれてるわ、僕のナルトちゃん。いいですねこれは。ほんでなんで攻撃バフを積む、ガイ先生やのに。これなんちゃってパーティーやな。なんちゃってガイ先生パーティーやわ。きっしょいことしとるこれは。これはラスワークのご飯ちゃんがきっしょいパターンやな。いかにしてきっしょいかっていうのがもう如実に現れてるんですけども、ぶち割っていきましての前にちょっと発動してぶち割りなんですが、バフ回はまあ刺さっていくんでいいんですけども、ただしかしね、なかなか恐ろしいもんがあるんとちゃいますか。次の火力、次の浦原さんの火力がきっしょいな。絶対にこれどうせダブコピやろ。はい、うわ、邪魔プチ君が、まあそりゃさっきね詐欺られたんで、はい、犯罪ムーブされたら犯罪ムーブで返そうほかないわというわけで、目には目を、犯罪には犯罪をなんですけども、ほんでもってここに関しては3つ割りかな。3つ割り、ダブル解除というわけで、まあレジェンドは恋する一歩か。ちょっとややこしいパーティーですねこれは。ほんで先に約束しとけばよかったって後の祭りなんですけども、約束していきまして、でもってダブルタップ忘れるとこやったら危ない。ぶち割っていきまして、相手さん3つ割りやろ、この3つ。うーわ、何さっきから角にこだわっとんねんお前ら。しょうもないことしとるねさっきからの、まあ、4つ割りというわけで、これ温存されたらすんげえ嬉しいね。温存されて盤面触れたらかなりでかいんですけども、さすがに厳しいな。まあいかほどというわけで、まあここは全然入らんしゃあない。3つ割りでその火力か、無凸かなんかやな。貫凸では絶対ないわ。で友情そんな感じ。いやー、これはラスワークのご飯ちゃんがきしょいことなんな。ラスワークのご飯ちゃんがきしょいだけやないかこれは。ほんで生人間が、生人間でも4つ割りか。ただ4つ割りか、ただ4つ割りなんか。これではちょっと経典超えされとんの。ここダブコピは刺さっていくんでいいんですけども、一旦のバフはさすがに吸わんよな。あの一旦確か 10% なんで、素晴らしい。3、4据えていきまして、ロジャーも刺さっていく。レジェンドラスワーク2回発動できるんですけども、ちょっと厳しいもんがあるなこれは。まあまあ入っている。1個割で、ほんでここがっちり守れてんねんけど、それはラスワークがあるからもう何とも言えんねんな。あー、邪魔プチ君ちょっと頑張ってくれたけどね。ほんで風紀委員長とかいう謎キャラがおる。これは買ったんじゃないか。なんで風紀委員長積んでいる。生人間やったら七子お姉さん、生人間、あ、6つあり、 AI ムーブというわけで、そうですね、これはただ6つありか。ご飯ちゃん6つあり、ダメゲン貫通なんで24万ダメゲンもろ貫通で、反撃は24万以上絶対入るんで、反撃で50万ぐらい入んね多分ここ。
それをひっくり返せるぐらいのナルトに火力これ残っとるんですか？わかんないんですけども、さっきより火力はおそらく出るな。レジェンドめっちゃ発動できる。あいつさんバフ152見る価値なし。こちら側497必殺ダメ雨野さんというわけで9個割り、火力的には10個割りぐらいですね。キラーデル530、お前に託すしかねえわ全てを。うぃオーバー470万って、これ僕の名が間違ってんのか僕の端末が間違ってんのか。魔の火力マジで言うてる。470万ってそれおかし、あーいい気になって喋ってたん分かるよね僕が。のう主、お前今すんごい気持ちよくなって脳汁ぶっぱで饒舌のところにやってきた絶望というわけでね、しばき回していきたいんですけども、逆にしばき舞い返されるというわけでなかなか怖いんですけども、これは3枠目有利取れているんですけども、ラス枠がそれなんで絶望ですかね。これに関してはこれはフリ属性の場合さすがに厳しいと思うねんな。でもって、盤面そんな感じなんでこれ3つ温存やな。3つ温存とかいう気処理の決まる、これやっべやべえの晒しまくっとるやんけこいつ。レジェンドギリたまんないんですけども、どうせ次友情ダブコピで、盤面に黄色じゃなくて赤がふんだんなんで盤面つながっている、やばすぎる。 100% 生人間ムーブされて負ける。はい、ありがとうございました。これは、はい、先にね、お礼を言っておこうかなと思うんですけども、ここに関してはベジットを発していきまして、いい加減5個割りしようや。あ、そうか、さっきからディオ5個割りしてへんから最大火力出てへんわ。さっきからえ最大火力出てへんのにあんなダメージ出んのこいつ。ちょっと未来を見据えていこうかなと思うんですけども、ここは9万回復絶対に積んでいきまして、ここなんとか耐えることできたら次で絶対耐えるんで、ま、あー邪魔プチ君が仕事をしてくれたのに、これは惜しいことをしま、これは惜しいことをしましたね。今ちょっとゴキブリ3匹おったんで潰したんですけども、これは生人間入るな、入りますね。これはどげんかせんといかんよ。あ、ピタゴラスイッチ負けたかこれ。きっしょ、これギリ耐えた、あぶな、状態以上不要られてたら負けてたな。ただしかしよ、耐えたところで、ここで30万回復と36万軽減積むんですよ。大変かなここ。ベッチってダメゲン貫通とか何もないやんな、こいつって。いやー、だったとしてもやな。もろくらいなんですけども、だとしてもやな。だとしてもというのを言わせていただこう。ほんで、ここは3つ割り。3つ割りレジェ発。いやー、絶対大変な。100大変は。状態以上不要られてないんで、いや、でも絶対大変な。30万回復と36万軽減 15% ガード。がっちりしてんねんけど、体力タイプなんで、いくらヒーローキャラといえど、3つ割りでも、まあ、なかなか入んねんな。ダメージいかほど。1! まさいちくんが投稿中というわけで激アツなんですけども、これはひっくり返せるんか、ワンちゃん。これひっくり返したらロマンあんで、ナルトくん。キュービナルトくんよ。ぜひに僕を救ってくれ。お前原作ではこの世界線でお前サスケはもう向こう行ったったんですけども、ぜひに僕をね、この時代に引き止めてほしいなって、そう僕は思うんですけども、いかほどというわけでぶち割っていくんですけども、相手さんバフ見るめんどくさいんで、こちら側。はい。527必殺ダメクソ全力の8つ割り超越しとる。火力的には9個割りですね。これどうやろ、ベッチでダメゲン積まれてんねんけど、あのダメゲン多分6万ぐらいかな。だから何も心配することはない。4つ割り
いや買ったくないこれ。ダメゲン貫通やけど、いや買ったやろ。いや余裕勝利やろこれは。ちょっと待ってくれ、オーバー500万とかいうキッショイキッショイ、やばすぎる火力出てんねんけど。ナルトくんマジで言うてる。あ、これまさかの有利属性まさかの有利属性とかいう、これはどうなんでしょうかね。ただ2枠目がガイ先生か。そうですね、これ2枠目耐えたら勝ちかな。2枠目で HP30 万ぐらい残ってたら勝ちなんじゃないかなっていうフェーズになっているんですけども、いかほどというわけで、はいと、そうですね、相手さん、まあ1枠目友情そんな感じというわけで、まあ1個割ムーブかな。まあどっちみち、バフ回答とは刺さっていくんでいいんですけども、ただこれ高校取れてるんで、先行か、ラスワークはおそらく友情ダブコピやねん。浦原さんラスワーク久々に見たんですけども、まあ友情ダブコピ、まあね、友情ダブコピは強いんですけども、ラスワークでされる意味はあんまないっていうのを言い聞かせていくんですけども、ただ今回はまあまあ刺さっていくな、友情ダブコピやったらね。ただもう属性が全てを物語っとるんで、そんなん関係なくゴリぶっぱしてくれるでしょ。ここに関しては、ベジちゃん発動していきまして、でもってさっきはね、バフ回めちゃめちゃできてたから耐えたっていうのはあんねんな。今回はバフ回全然できてないんで、ちょっとこれ厳しいもんがあるんと違うかなと思うんですけども、いかほどというわけで、はいと、ほんでもって、無双さんも発動していく。これさすがにめっちゃ入んなダメージ。あ、友情そんな感じか。着地が決まらん限り、生人間か、生人間の、3つ割火力的にはこれ5個割ぐらいかな、耐えるな。100万残るか、100万残った。ここで100万残るのはでかい。ほんでゴリ入った。ここ3つ割、相手さんから飛んでくる3つ割、限定アレン3つ割、ガード貫通、ただ、ユリ属性取ってるんで属性が全てやと思われる。ほんで36万軽減なんで、限定アレンは赤属性にキラー、こっち黄色の、もう振り属性どころか有利。でアレンはダメゲン貫通しないんで36万軽減もろくらいで、振り属性の36万軽減ってかなり厳しいもんがあるって僕実体験なんで、これはね、あの経験のもと言わせていただこう。これ絶対耐えましたね。 100% 耐えた。弱体化付与られたものの耐えたな。これは絶対的に耐える。3つあり、3つありバフ回避1つなんですけども、100耐えた。これはさすがに耐えた。はい、レジェンドも発動されたんですけども耐えましたね。これは、はい、3つ割り、これワンチャン36万軽減でこと足りる。余裕にも程があるやないか。はい、ラスワーク、これはキュービナルトくん、なかなかいいダメージを見せてくれるんじゃない。そうですね、まあここで友情ダブコピーというか絶対コピーされるんで、このアメノさんのバフ吸収されるんで必殺ダメアップ、ちょっと今回さっきもう一個解除されたんでなかなか詰めてないんですけども、攻撃バフはふんだんなんで、そこが物語ってるやろ。相手さんバフ見る価値なし。こちらは537、クソ全力の8つ超越、9個火力ですね。いかほど1個吸収か。アメノさんの 45% 吸収されただけでこと足りましたか。了解しました。ほんでもって言いつつあり、 15% ガードと、これおそらく20万ダメゲンぐらい積まれてんねんけど、まあ言ってくれるでしょ。面白い火力、これナルトくん出してくれるんじゃないかなって思うんですけども、いかほどというわけで、あ強すぎませんかね。さあというわけでラスト1回やっていくんですけども、いやナルトこんなに火力出んのか、ちょっとビビったな。
4年前の限定なんで、もう絶対に弱いって、まあ、言うたら決めつけてたんですけども、いや、決めつけは良くないな。これ、昔の限定キャラも、決闘で使う価値ありそうやな。この辺の限定キャラ。限定剣心とかね、昔の限定剣心とか、それこそ限定サボとか、あの辺もね、昔やけどなんだかんだ火力は530とか40とか、で、あの特性で必殺ダメ 40% アップとか、全然詰めるやつおるんで、これワンチャンなんか弾食わして、使ってみんの面白いかもしれんな。まあ、弾食わすんは血迷ってんねんけど、なんでもって1枠目3つ温存か。2枠目のあいつがキッショインで、割ってくれたらええねん、ここで。2枠目で割ってくれたら、それを浦原さんで吸収できるんで、それやな。割ってくれ。割って、ナルトの養分となってくれ。ここで割ってくれたらめっちゃええの吸収できんで、浦原さんで。これぜひのお願いしたいな。ムーブも決まった。ディオちゃん。なかなかいい子ちゃんなんですけども。呼んでもって、レジェンドも発していきまして、バフ回答とガン刺さっていく。あいつさんバフ焼け野原になっている。相手これマジで割ってくれへんかな。こいつプチ変換等々持ってたっけな、確か持ってへんか。なんとか盤面繋がってくれませんかね。あ、持っとる。これは、でも、ちゃんと小野寺がおるか。ちゃんと狙っとるやんけ。これは、赤割って終結やな。あ、青割って終わりやな、これは。しょうもないのしょうもないことしよってこいつ、ほんま。プチプロテクトなんで、これ負けましたかね、これ。おそらく負けたんじゃないかなっていう気しか、なんかすごく楽しい思い出だけで終わらせてくれないね、最近の僕の決闘動画は。一番最後に絶望を味わわして、お前人生なめてかかんなと、人生とはこういうもんやと、そういうのを教えてくれるというものすごく社会の勉強になってるんじゃないかなって思うんですけども、ぜひともね、この動画を、はい、お子さんに見せてほしいなと思います。お前今何ヘラヘラ笑っとんねんと、生後4ヶ月ぐらいの子に、何お前今笑っとんねんと、お前いつまでもそんな牛乳飲めると思うなよと、ぜひね、言ってほしいなと思うんですけども。んーでもってここに関しては、2つ温存ギリいけへんのか。ざまあ見やがれボケ。これは赤ちゃんもバブーバブー言っているんですけども、激アツというわけだね。そうですか。これラスワーク、これえぐい火力出して終わってくれるんじゃなかろうか。これ面白い火力出るんじゃなかろうか。これはラスワーク不利有利属性、ほんでバフ回難も刺されていない。ただ、浦原さんのバフ吸収がなかなか刺さっていないんですけども、まあそれでもやろ。バフ見ていくんですが、相手さんバフ見る価値なし。こちら側537の必殺ダメ、雨野さん以下ほど、7個お姉さん超越、火力的には9個割というわけで、まあ、なかなか今日はいい記憶で終われたんじゃないかなと思います。ガイ先生もギリ耐えて、ベラスワークナルトがなかなかいい味出しているという素晴らしい一日になったんじゃないかなと思うんですけども、高麗さんで 5% ガードされたんですけども、意味がない 5% なんで、風前の灯火となっているので、ぜひともね吹き消していこうかなと思うんですけども、言ってくれナルトくん、一番最後にクソ火力これは昔の限定使うもありやわ。